コマタラム王国は、インドネシアのジャワ島のジョグジャカルタ周辺に8の9世紀に繁栄したヒンドゥ王国。16世紀以降のマタラム王国マタラム王国特別するため、イニシエをつける場合が多いが、当時の事象はマタラム国であった。チャンガルヒブンの日付をサンジャヤ起源と呼ばれる記念法で計算すると、サンジャヤ王が717年に即位したとされる。 プラサスティヒ文にもサンジャヤ王が描かれている。王位はサンジャヤ王を含めて14代にわたって受け継がれてきたことが最近の秘文研究からも判明している。11代目のバリットン王の時に壮大なヒンドゥーンチャンディロロジョグランが建設されたことで知られる。ブランバナンは次のダクサ王の時に完成した。1991年には世界遺産に登録された。 なお、プランバナンの南方2キロメートルにあるラトゥボコという小高い丘の一石が778年に建設されたコマータラム王国のクラトンと考えられている。イサノケの神独王の時、東部ジャワに移転し、イ後を空義理王国と呼ぶ。移転の原因はよくわかっていないが、地震か伝染病か何かの災害であると推定され、一つの有力な説として、 1006年の村ピカ山の大爆発前後の地震、津波、爆発があり、飢饉、薬病が広がったために、住民が逃亡し、移転せざるを得なかったのではと考えられている。コマタラム王国は、歴史上インドネシアにおけるヒンドゥー小王朝の、始祖的な王朝として位置づけることができ、ヒンドゥー的色彩の強い宮廷舞踊は、現在にまで受け継がれて残されている。碑文から、 以下のお名が知られる。かっこないは、在いいねん。ありがとうございます。